皆さんこんにちは。開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画をご覧いただきますと、誰でも簡単に自分の願望を叶えながらですね、自由自在に生きれるようになりますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。この動画に巡り会えたあなた、本当についてますということで、早速始めていきたいと思います。皆さんですね、自分自身の願望を叶えながら自由自在に生きたいという願いを、抱いている方多いと思うんですけれど、その前提としてですね、まず考えていただきたいことがあるんですよ。というのは、私たちはすでに、今の時点でですね、願望を日々もう無数に叶えながら生きてるんだということにまず気づいていただきたいんですよ。で、これどういうことかと申しますと、例えばですね、皆さん急にポテトチップスが食べたくなったとします。で、食べたいっていう願望がそこに生じたわけですよね。そして、皆さん自然に、コンビニに行って、でお買い物をして、持って帰って食べるということをしてますよね。で、これ願望が生まれて、願望を成就して、つまり現実を想像してっていうプロセスをやっているんですよ。あるいは、皆さん毎朝、会社に行こうと思って会社に行くわけですけれど、会社に行こうという、願望意志が生じまして、そして電車を乗り継ぐなり車に乗るなりして、時間通りに会社に行くと、これ願望がそのまんま叶っているわけですよね。で、あるいは自転車乗る時どうですかと、自転車乗ろうとさって、まあ乗ろうとすら思わないかもしれないですけど、さっと乗れるの分かってますから、乗って目的地まで行くと、当たり前にこれやってるプロセスですよね。つまり皆さんの日常っていうのは願望の実現で満ち溢れているわけです。ですから皆さんは本当に思い通りですね、自分自身の望み通り生きているわけです、本当はですよ。ところがですね、皆さんの思い込みの中で、例えばコンビニでポテトチップスを買うのと、自分がお金持ちになる、あるいは素敵なパートナーを手に入れるとかね、そういうものと事の代償というか難易度みたいのが違うんだって勝手に思い込みの中で作っているから、ポテトチップスを買うようにですね、その願望が叶っていかない、ということに実は過ぎないんですよ。というのは、私も昔ですね、成功哲学結構勉強しまして、いろいろなテクニックやってみたんですけれど、実際に、例えば自分がですね、成功者の方にお会いした時に、そういうものをやって成功しましたっていう人って意外といないんですよ。で、そういう方が何をやってるかっていうと、本当に、ポテトチップスを買うのと同じようにですね、あ、自分自身はこうなるんだと、こういうふうに、事業を展開さすんだで自分の中で決めて、淡々と普通にこう足を一歩一歩出していった人が実は成功してるんですよ。私の身の回りのね、成功者っていう人はみんなそうなんですよ。だから、無理にこう気負うこともなく、自分の目の前のことをですね、本当当たり前に淡々とこうやってる間に、いつの間にかは達成してましたっていう人の方が圧倒的に実は多いんですよ。で、普通の人がなんでできないかっていうと、やはり自分の中にある思い込みですよね。ポテトチップスを買うのと願望を実現するっていうのは違うんだと、あるいは難易度が全然違うんだと、自分がお金持ちになるのはすごい、高いハードルがあってとか、そういうことを自分の中で勝手に空想して思い込んでいるから、その信じている通りに、それが難しいという状況が現れているに過ぎないんだというところを、再確認していただきたいんですよね。だって、自分の潜在意識が信じていることが現象を作っていくっていうことであれば、全部自分の目の前の現象っていうのは自分が想像しているわけじゃないですか。ですから、まあ一つのワークとしてやってみていただきたいのは、皆さんがポテトチップスを買う時、あるいは自転車に乗ってね、
どこか行くとか、そういう時の感覚って言いますかね、当たり前に日常の中でやっている願望を実現している瞬間のそのフィーリングっていうものを改めて感じていただくっていうことを、していただきたいんですよ。そしてあ、いつもですね、日常の中で自分は願望をどん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 達成していってるんだと、そしてそれをですね、勝手に、難易度、難しさであるとかハードルを設けて難しくしていたのは実は自分自身だったんだっていうところに、気づく、このブレイクスルーって言いますかね、そこをちょっと感じていただく瞬間を持っていただきたいなと思うんですよね。でその上で今まで、思い込みを外すようなワークをこの動画ではどんどん出していきましたけれど、そうするとそのなぜ思い込みを外さなきゃなんないのかっていうあたりが非常に、よくわかると思うんですよね。ですから私たちがやらなくてはならないのは実はその願望を達成させるテクニックを学ぶことではないんだと、それはもうすでに、日常の中でやってるわけですから、それを邪魔しているあらゆる思い込みをですね、一個一個こうバンポンと外していきさえすれば自然に自転車に乗るように、あるいはポテトチップスを買うようにですね、普通に叶えていけることができるんだと。で実際に、成功者と言われる方お会いすると本当にそういう感覚でね、難しいとかこれはハードルが高いとかそういう観念を持たずに一歩一歩ですね、これを達成するにはこれをやってこれをやってで淡々と進んで当たり前に進んでった結果がですね、成功に結びついてるんだっていう、自分自身のですね経験も含めてですね、皆さんが分かっていただきたいなっていうのがあるんですよね。ですから自分自身を止めているのは自分自身の思い込みだけです。ですからそれをいかに外していくかというあたりを、今までの動画をですねちょっと見直していただいて実践していただけると自然にですね本当に当たり前に、願望がどん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 叶っていくような体質になってきますので、ぜひ、それを実践していただきたいと思うんですね。そしてさらにですね、この YouTube ではやはり物を得て幸せ、あるいは、誰かといて幸せっていうそういう外的なね幸せもいいんですけれど、本当に究極の幸せって言えるものは存在してるだけで幸せっていうね、いわゆる空の境地っていうものを、味わってしまうとですね、その中からただ本当にいるだけで幸せっていう喜びが湧いてきますし、そういう喜びで満ち足りているとですね、皆さん自然にそういう豊かな喜びっていうものがブワーッと自分自身に引き寄せられてくるので、ここがやはり最高のゴールとして設定してるんですよね。ですからこの空に対しても何か今までですね、長い歴史の中で空の境地に至るのは難しいんだ、とてもハードルが高いんだっていう思い込みが皆さんの中にやっぱりあると思うんですよ。でなかったら本当にここで紹介している空を体験する動画とかありますけれど、ああいうものを見ただけでスーッと本当に、入っていけるような状態になりますんで、ぜひそのあたりのハードルもですね、本当にポテトチップスを買うのと、同様にその空の境地スッて入れるんだっていう自然な感覚になるまでですね、そのリリースっていうのを繰り返していただけるといいかなと思うんですね。あるいはもうそれをダイレクトにもう掴んじゃいたい、手っ取り早くもう、空を掴みたいっていう方は空体験セミナーっていうものを私、開催しておりますので、ぜひ機会があればですね、参加していただければいいかなと思います。詳しくは概要欄の方にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ、参加してみてください。ということで、今日の動画が少しでも役に立ちました、よかったですっていう方はぜひチャンネル登録をしていただいて、いいねボタンをグググググと押していただけるとありがたいです。ということで、大島秀樹でした。